こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。高齢者こそ筋トレのお話です。ウォーキングは最も安全な運動として高齢者にも勧められますが、本当はウォーキングだけでは不足です。日常的にウォーキングをしている高齢者を調べた結果、みんな息切れなく歩くことはできても、下肢の筋肉、特に大腿四頭筋の大きさにはばらつきがあって、かえって平均よりも劣っている人もあったといいます。大腿四頭筋は加齢によって最も影響を受ける部分で、80歳では30歳時の 40% にまで低下します。しかもこの大腿四頭筋は膝の屈伸や立ったり座ったりというのに重要で、高齢者に多く見られる膝のトラブルはこの大腿四頭筋の低下が大きな原因になっています。ウォーキングは心肺機能や持久力を高め、高血圧などの循環器疾患や肥満、糖尿病などを改善することは確かなのですが、筋肉への負荷としては不十分なのです。筋肉を強くするためには最大筋力の 50% 以上の負荷をかけることが必要です。しかしウォーキングでは最大筋力の20から 30% しか使われません。このくらいでは筋肉は強化されず、筋力は衰えてしまうのです。 QOL を保つためにも高齢者こそ筋トレが必要と言えるのです。高齢者はさまざまな疾患を抱えているので、どの筋トレが良いかは一概には言えませんが、高齢者向けのマシンなども開発されてきているので、これからはきめ細かい高齢者の筋トレが浸透していくはずです。では本日のお話はこれで終わります。